市民スタッフの福森です。今回の特集は伊賀人育成事業の市内県立高校との連携について、総合政策課の小谷さんにお話をお聞きします。小谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、伊賀人とは何ですか？はい、伊賀人とは自らが地域の担い手となり、より良い伊賀を作る意識、実行力を持った若者のことです。市では将来伊賀市を担う人材を育成することを目的に、伊賀人育成事業を行っています。ところで福森さんは地方創生という言葉をご存知ですか？時々ニュースなどで耳にしますが、詳しくは分かりません。地方創生とは、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、将来にわたって活力ある地域社会を維持していくことを目的とした取り組みのことです。地方創生では、町、人、仕事の3つが重要なポイントとなります。まず町では、市民一人一人が潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成を目指します。人では、地域社会の担い手となる多様な人材を確保します。仕事では、多様な就業の機会を作り出していきます。この中の人の視点で進めているのが伊賀人育成事業です。わかりました。伊賀人育成事業では、具体的にどんなことを行っているのですか？はい、例えば小中学生を対象に郷土教育を、高校生を対象に地域学やキャリア教育を実施しています。また18歳から35歳の人を対象にした伊賀市若者会議の活動支援なども行っています。今回は伊賀人育成事業の中でも、あけぼの学園高校、伊賀白鳳高校、上野高校の3校と市が連携して行っている取り組みについて紹介します。それでは各校の取り組みについてご覧ください。あけぼの学園高校では、これまでビューティークリエイト部の活動や総合的な学習の時間の中で、伊賀人育成事業の支援のもと、地域の特産品を活用した取り組みにより地域理解を深めてきました。ビューティークリエイト部の活動では、地域の原材料を活用したシャンプーやトリートメント等の商品開発を企業さんとともに行いました。それらの商品の魅力発信をする活動を通して、地元の原材料について知識を深めたり、コミュニケーション能力の向上に取り組みました。今年度は美容、食文化、伝統文化、シチズンシップ、プロジェクションマッピングの5つに取り組む予定です。美容では、これまで開発に関わった商品等の情報発信に取り組みます。食文化では、家庭科の授業で伊賀の食材を生かしたスープの開発に取り組みます。また家庭科の授業では、昨年度から伊賀組紐のネームストラップ作りに取り組み、地元の企業を訪れるフィールドワークやインターンシップの際に、それらを身につけて参加することで伊賀の文化や魅力発信に取り組んできました。今年度は伊賀人育成事業の伝統文化のテーマで実施する予定です。シチズンシップでは、多文化共生を理解するためのワークショップを実施します。最後に、今年は伊賀の魅力や本校の魅力を発信するプロジェクションマッピングに取り組み、より地元伊賀の理解を深め、魅力発信に取り組みたいと考えています。以上が曙学園の伊賀人の取り組みになります。これらの活動を通して、生徒がより地域を知り、魅力を感じ、そして魅力を発信する活動を通して、自分に自信を持ち、これからの伊賀地域を牽引する人に成長してもらいたいと願っています。伊賀白鳳高校では、伊賀人育成事業を通して情報発信力を高めています。昨年度から経営科を中心に、地元中外薬生産株式会社と共同で消毒液の商品化に取り組んでいます。学校生活や部活動が制限される中、スポーツには人を感動させる力があることに生徒が気づきました。
スポーツ全力応援伊賀白鵬高校の取り組みを紹介します。生活は大きく変わりました。学校に行きたいのに行けない。昨年の3月突然の臨時休業、4月5月は緊急事態宣言に伴い自宅学習、登校できず先が見えず家で過ごす苦しい毎日、練習したいのに練習できなくなり各自が自主トレーニング、 Zoom を使ったミーティングで先生から指導を受けモチベーションを維持しました。6月から学校は再開しましたが夏のインターハイは中止になり、見えないものに怯える毎日が今も続いています。この状況を乗り越えるために高校生の視点で消毒液を開発しようという共同企画が動き出しました。昨年度経営科10期生の先輩がスプレータイプを企画しました。今年度経営科11期生の私たちは携帯用ボトルとポンプタイプを企画し3タイプが揃いました。ラベルのデザイン、ポスターや CM 作成、地元商店街とのイベント企画など、私たちの手でフッシュマイルのブランド化を目指しています。最後にプッシュマイルという商品名に込めた思いをお伝えします。プッシュ、背中を押そう、押し進めよう。スマイル、押し進めた先に笑顔がはじける。プッシュマイルでみんなの力で笑顔を作ります。私たちはこの事業を通して企画力や提案力を高めます。みんなで笑顔を取り戻しましょう。スポーツ全力応援、伊賀白鵬高校でした。上野高校では探究活動を通じて生徒の課題解決能力やプレゼンテーション能力を高めています。特に中心となる総合的な探究の時間においてフィールドワークあるいはアンケートを実施し、伊賀地域の魅力を知り、その現状や課題を分析しています。また遠隔地とのオンラインミーティングやメールでの意見交換を通して、活動もここ数年増えてきています。これらを通して集めた情報を整理しまとめて発表するという活動に多くの生徒が主体的に取り組んでいます。昨年私たちは伊賀市の魅力を広めたいというテーマをもとに、何かいい集客方法はないのか探究活動を行いました。今年私は伊賀市が空き家問題で困っていると聞いたので、空き家を有効活用できる方法を考えたいと思っています。私の自宅付近にもたくさんの空き家があり、どのような利用がされているのか疑問に思ったのでこのテーマにしました。さまざまな自治体の事例をもとに伊賀市がより活性化されるような利用方法を考えていきたいと思っています。私は今年伊賀の食について調べたいと思っています。またその地域の人とのつながりについても学びたいと思っています。私は特に有機野菜について興味があります。伊賀には有機野菜を育てている農家さんたちがいます。私はこの探究活動を通して食に対する考え方や自然のもたらす力の素晴らしさを農家さんたちから学びたいと思っています。伊賀からその魅力を発信していけたらいいなと思っています。3校とも生徒の皆さんが生き生きと熱心に活動されていましたね。はい、そうですね。市では若い人たちに伊賀市を好きになってもらいたいと考え、このような取り組みを進めています。将来進学や就職などで伊賀市を離れてしまっても、いつか伊賀市に帰ってきたい、関わりを持ち続けたいと思ってもらえたらと願っています。素敵な取り組みですね。高校生たちの今後の活躍に期待したいと思います。先ほどのお話にあった伊賀人育成事業の一つ、伊賀市若者会議の取り組みも気になりますね。以前にこの番組で紹介していますよね。はい、昨年は若者会議のメンバーが出演した伊賀若チャンネルを放送しました。今年度の活動内容もまた次の機会にご紹介したいと思います。わかりました。楽しみにしています。それでは小谷さん、最後にお問い合わせ先をお願いします。はい、お問い合わせは総合政策課、電話
22-9623、ファックス 22-9672 までお寄せください。今回の特集は伊賀人育成事業の市内県立高校との連携について総合政策課の小谷さんにお聞きしました。小谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。